大阪市立東商業高等学校は、かつて大阪府大阪市中央区に所在した市立の商業高等学校。2014年閉校となり、95年の歴史に幕を閉じた。略称は、東商同校は1920年5月27日、当時の東区により、東区校主商業学校として設立された。創立時のコーチは、 現在大阪府立中央町各支援学校となっている。2012年度に統廃合となる前は、商業系、学科3学科を設置の商業高等学校だった。学科の区別なく、受験生の総合募集を行い入学者を選抜し、1年次の4月から5月を、オリエンテーション期間として、各学科の授業体験を行った後、生徒の希望をもとに、1年次の5月に正式に、 所属学科が決定されていた。なお、かつては、夜間定時制課程を単独設置の、大阪市立東大二商業高等学校、大阪市立新線場高等学校の2校と、校舎、敷地を共用した時期があった。東廃合では、同じ大阪市立の天王寺商業、一岡商業と三商業高校とともに、大阪市立大阪ビジネスフロンティア高等学校となった。 アブフ開校と同時に、東初も天皇塾のアブフ校舎内に移転。2014年3月に、最終学年が卒業し、廃校となった。1920年5月に、東区校首相業学校を設立した東区は、1879年、大阪府の直下組織として発足。10年後の大阪市政施行で、そのままの区域と名称で、市の下部組織へ移行したが、 現在のような行政区ではなく、選挙で議員を選ぶ、独自の区会を持ち、法人格を有し、1890年学児通達による学校設置区でもあり、独自の裁縫資料学校や教育財団を設立するなど、財産区を合わせ持った性格の事実上の法人区として機能しており、1923年4月にも、職業学校規定に基づく実業学校、 東区女学校も設立するほどであった。公師商業を作る際、東区は100万円という資金を投入。この金額は、株式仲買人の岩本栄之助が、大阪市中央公会堂を建設費として寄付した額と、同額の大金だったが、開校の翌1921年に、実業学校令の改正で、公師、乙種の区別が廃止されるなどしたため、 国立の公主を大阪市に大阪市立東商業学校となった。当初は太平洋戦争の際、戦時体制により工業学校へ転換され、また大阪大空襲で広小路町の校舎が被害も受けた。戦後1948年学生改革に伴い、大阪市立なにわ女子商業学校の校舎へ移転し、日光同居の形で、 男女教学を実施した。何和女子賞は、戦時体制による男子商業学校の工業学校への転換分を補うための女子商業学校として、旧私立何和国民学校の校舎を転用して1944年に設置されたものである。その後1950年正式に、当初、何和賞の2校が合併した。1973年に、 大阪大学工学部の跡地約1万坪を大阪市が33億3700万円を投じ取得。1976年、東区内にある東商と大阪市立東高等学校の2校が統合移転する構想が持ち上がったが、翌1977年、東高の単独移転で決着し、東商も同年より校舎建て替えが進められ、 私立東高の移転で空いた土地に借り移転。1982年に現在地の振興者に復帰した。なお、大阪市は1976年市教育委員会の諮問機関として市高等学校教育審議会を設置。第8次までの答申と前後して改革を進めたが、第1次答申で大阪では旧正中学校や高等女学校からの古さを持つ、 不立校への人気が高いと指摘。私立校は名門と称される伝統を有するものがない、常に大学進学に不利な立場とされる職業化が3分の2を占め、高校格差のしわ寄せを受けていると述べ、不立校との格差を挽回するため、特色ある普通科づくりと専門学科の新設によるレベルアップを推奨した結果、1980年代後半以降、 私立の高校では、普通科系の高校も専門学科を併設する改変の動きが進んだ。これを受け、東証も1997年に3学科体制へと改変された。また、市教委は2004年にも大学や産業界と連携して高度な専門性を持つ商業人の育成や高校、大学の7年間を見据えた。 商業教育などを行う新しいタイプの私立商業高等学校を既存校の統廃合で設置する構想を発表した。2007年4月の報告書では商業家系高校では全体の競争率は比較的安定しているが類似学科、同一学科が競合するなど一部の学科で志願者数が定員に満たない場合があるとしており、同年6月、 東廃合の対象校と新しい商業高校の開校計画時期を発表。東商と大阪市立天皇寺商業高等学校、大阪市立市岡商業高等学校の3校を統合して天皇寺省の場所に2012年4月の開校を目指すとした。これに伴い2012年4月より在校生も新商業高等学校内に移転し、新商業高校、東庄、 天皇寺帳、一岡所の4校が校舎を共要することが発表され、当証も最終学年が卒業する2014年3月に閉校となった。なお、当証の跡地を大阪市が売却。2014年3月12日に一般競争入札された結果、52億1200万円でマンション開発業者、プレサンスコーポレーションに落札。 東側に30階建てマンション、プレサンスレジェンド酒井筋、本町タワーが建設され、西側にスーパーマーケットのライフ、酒井筋、本町店となっているが、当証の跡地を示す記念碑も設置されている。資本詳細利益を上げお金を稼ぐだけの才能ではなく、知性に裏付けられた詳細を持つことを意味する。作詞、六条厚し、作曲、 白石一郎によるもの、ありがとうございます。